はい、どうも、チャーです。最近動画上げれてなくて申し訳ございませんでした。全然ね、ギルティやってないとかではなくて、生配信ばっかやっててね、生配信する日は、動画撮るのめんどくさいからやめようっていう、まあそういうことでやってませんでした。はい、申し訳ございません。最近ね、ほんと動画撮るのがマジでめんどくさくなって、まあはい、めんどくさいだけなんで、まあ、またこっからあんまりサボらずやっていけたらいいなって思ってます。はい。ということでね、多分相手いないんでね、あんま無駄話ばっかしててもあれなんで、カットします。はい、ということで、もう19段の方で妥協します。はい、妥協って言い方ちょっと失礼かな。まあ、はい、19段の方でいいです。本当はね、20段以上の方とやりたかったんですが、まあ仕方ないですねっていうことで、はい。ということで、ソルですね。勝率見る限り、まあ俺と結構どっこいどっこいな感じで。まあなんか大体勝率分かっちゃうんですよね、どんな戦い方かね。俺もそうなんですけど、強キャラに、強技に頼った戦い方してると安定しなくなりますね。っていう話です。はい。裏か、それ。何をしてくるか。相手すげえ様子見してくるんで、もうこっちから触りに、あれ無敵ついてんだね。これダメなんですよね。これかば確定バート取っていって、あーやったこれ。やっぱぶっぱっすね。まあ当たるぶっぱ正義のぶっぱなんで。うおー前パンが出なかった。あ、崩れた。やべえ。まあ、どうにかして咎める方法を探さないとダメですね。もう J ハイって出ちゃえばこれ、ほぼ落ちないんで、J ハイはいいかもしれない。やっぱこするよな。今投げかくってたかな、甘えたな。やべ、肉食えない。これはね、画面端まで運ぶんすよ、これで。で、なんかぶっぱ読み。OK。あんまり攻めてこないけど、ブッパーをしてくるみたいなソルですかね。基本待ち。なるほど。あ、やったこれ。やったこれ。おっと、もう、手高出なかったよ。うわ、マジか。ピークでもダメなんだね。ってことは、大きいしかないんだよな。いやー、マジか。下手くそだな、やっぱ。とがめ方がわかんないんだよ。あー。で、赤キャンで殺さない。はい、ワンパ。くそ。下手くそだな、とがめ方がわかんない。やばい、どうしよう。いやー、下手すぎるな。これでよく20段名乗れるよなっていう話だよな。開幕前パンとか多分してこないね。どうやってとがめよう。前パン見てから前パンか。落ち着いて、バーストはしてこないな。いやー投げに行ったんだけどな。やっちゃったやつこれ。いやどうしよう。どうやってとがめよう。
あ、ラッキー。いや、完全にブッパやられすぎなのと、もうちょい自分から攻めろってことなんかな。JP 対空じゃなくて、あー爆戦引っかかった。 JP が落とせない。なんだその防ぎりで、ボルカコスリーやってこない。やーべ、いやマジか、負けんのか今の。これ投げかくってる。うーわーマジ、こういうのに対するとがめ方が下手くそすぎる。まあでもなんがダメなんだろう今のも。さ、前パンじゃなくてあれですよね、 JP 対空こういうの。って感じ。あー肉食えない、危ね。いやーどうしよう。くっそ早かったか、マジ逃げるな。うわ投げこすっちゃった。いや俺これに負けたらもうさすがに恥だぞ。あぶねえ、すげえ逃げるからこっちも遠距離からチク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 ビークなんて打っててダメなんだろうな。うん、だからダッシュで近づいて当たる距離でビークを打ちましょうってことだな多分。ラッキー、昇竜が出ない。分かった気がする。そうだね、やっぱそうだ。多分俺の悪口と噛み合ってたんだろうな、見事に。マジか、足場強えな。投げかくってないだと、直画じゃないとダメか。ボールか、いやよくわかんないなこのソル。うん、なんかよくわからないな、どうしてこれが19台にいけるのかっていう。ダッシュしたらあれか、ガンフレみたいな変えてきたけど、今投げかくってたかな。そこもこすってるだけでしょ、前パンだったな今のはな。こせぎコンボミスる。うーわマジ、絶対やってくる。あーうまい、そこ見てるな今のは。完全に見てからっすね今のは。やられた感、あミスった、まあいいや。こうするか、なんか俺勝利出ねえな、 4F だから。あーやった、これ
後ろ入れっぱだったけどガードできなかったぞ。暴れつぶしですね。ここか、暴れつぶしだな多分。見つけたわ。こすってるんだったらディレイ、あれ死なね。こすってるんだったら、ディレイかけて暴れつぶしでしたね。いや、それ見つけるのがちょっと遅かった。はい、なんかすげえしょうもない試合になっちゃいましたけど、久しぶりの動画はこんな感じです。